いや、来たね。来たね、ついに。はい、皆さんご視聴、タナショーです。ということで、本日はですね。ってことで、見てください、こちら。これを見たら何をやるかっていうのもしかしたら分かる人は分かるかもしれない。タナショーはですね、約3年前にアイロンでね、お肉を焼くという企画をやったわけですね。年取ったな、俺もね。やっぱりこのね、元祖の俺の企画。これをやっぱ忘れてはいけないと。俺は3年前から唱えてました。これからはお肉はアイロンで焼く時代だと。ということで本日は。はい、ということで今回はですね、仙台牛、そしてこちら五島級のちょっといいお肉を用意しました。ということで本日はね、このお肉をアイロンで焼いて食べていきたいと思います。ちょっとこういういいお肉は絶対フライパンで焼け。関係ありません。まず衛生面大事、衛生面大事ということでね、消毒をしていきますよ、ここね。衛生面大事です、ここ。絶対的な消毒が必要です、ここはね。温まってきたね、温まってきたら、こちらね、油ね、油も敷きましょう。絶対もう、絶対焼ける。絶対焼ける。あー溶けたんですけど、ここ。ってことで焼いていきます。行かせていただきます。行きます。これだよ、これです。これ音伝わってます、このジューって音ね。待って待って待って、香りが目つぶったらジョジョ園、目開けたら何。焼けるのがすごい早い、普通の焼肉よりも火力がいいわ。焼肉のタレ、焼肉のタレ出して、煙がすごいです、すいません。こういう時はもうダイソンでいいんです。ってことで、できた、これわかる、めちゃめちゃうまそうなんだけど。いただきます。うまっ、うまっ。バーベキュー場、ここは。うまー、なにこれ、最高じゃない。うまっ、ちゃんとうまいよ、正直言わせていただきますね。そこらの焼肉屋より勝ってます。勝っちゃってるの、このアイロンが。はい、ってことでね、今回はアイロンで、ちょっとね、いいお肉を焼いて食べてみました。この企画はね、やっぱりね、やってて楽しいし、美味しいし、ほんとね、ほんと一石二鳥だね。家にフライパンない人とかはマジでアイロンで肉焼けちゃう。最後にね、一つだけ言わせてもらいたい。タナショーみたいなね、こういう20代とか、10代とか若い人がやる分にはいいんだよ。うん、若い人がやる分にはいいんだけど、40、50でこれやってたらもう親泣きます。